ご存知ですか？ワン！ハオハオ。ハオハオ。楽しみですね。2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。さあ飛び出した12頭、ばらついたスタートになりました。先行争いであります。片野天馬が先頭に立ちました。4番ドルニアポストポンド、5番ナサニエルストラテジックチョイスがその後ろ、そして6番手に3番ウィズアンティシペーションであります。ちょっと離されまして8番フリークダンス、セントニコラスアビーがそのうちにいます。そしてその後ろから10番ジーフェアハート、黄色い帽子にご注目ください。これが1番人気のミルバーシュサンクラシーク、そしてしんがりからドラゴンクライであります。もう一度整理しましょうか。ナサニエルが先頭です。今日も勝利をつかむか。片野天馬と川地騎手外を通りましてポストポンド、そのうちからは4番ドルニア、その後ろでやりましょうか。2番ストラテジックチョイス、外から1頭ウィズアンティシペーション、この辺りちょっと離れている8番フリークダンス、内を通りまして7番セントニコラスアビー。12頭ライトアップされたブリーダーズブリッジに差し掛かろうとしております。その後ろ3馬身くらいあってジーフェアハート、1番人気の6番ニルバーシュ武豊騎手、どの辺りで動くんでしょうか。その外からはサンクラシーク、1番後ろに1番ドラゴンくらいであります。流れるようにレースが展開されています。5番ナサニエルがレースを引っ張るようになりました。片野天馬が並んでいっています。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。片野天馬は2番手、このまま抜け出すか。さあ先頭はナサニエルが半馬身リード、外から懸命に片野天馬、片野天馬が2番手といったあたり、片野天馬が抜け出した。ナサニエル懸命に追う片野天馬、先頭ニルバーシュも差を詰めてきている。ニルバーシュ懸命に追った。ニルバーシュ1着、1番人気に見事応えました。
レースを終えた馬が戻ってきました。